こんにちは、リセのスタッフの江本です。私は編集部に所属していて、ウェブマガジンの企画や分析、管理に携わるお仕事をしています。将来は戸建てに住むと決めていて、結婚を考えたタイミングで家づくりを始めました。今は 4LDK の戸建てに夫と2人で暮らしています。土地探しから工務店決め、家づくりまで行った注文住宅なんですが、床が木杉で、壁が白の漆喰壁というところで、リセノが提唱しているナチュラルヴィンテージやどんなインテリアに合わせやすいところも気に入っています。リビングダイニングが1階で、吹き抜けがあるのと、こちらに小さなウッドデッキがあるので開放感があり、明るいところも気に入っています。こちらがリビングです。リビングは家の中で一番過ごす時間の長い場所なので、ソファーとか曲線の入ったラグとかお気に入りのものを集約させています。特にソファーで過ごす時間が長いのですが、リビングとダイニングの間に吹き抜けの大きな窓があって、ソファーに座りながらちらっと見える空を眺めるのが好きです。リビングは物が雑多になることが多いので、ブラウンに近いトーンを揃えることで散らかった印象にならないよう意識しています。こちらはリセノのフォークというソファーです。3年ほど前に今の夫と同棲を始めるときにフォークソファーを見つけて欲しいと思っていたのですが、当時は部屋が狭くて金額的にも購入できなかったので、家を建てたこのタイミングでやっとお迎えできました。とにかく座り心地が良すぎて、休日に家で過ごすときはネットフリックスを見たり、本を読んだり、スマホを見たり、夫婦で一日中ソファーで過ごすことも多いです。こちらは3人掛けのソファーで横幅が180センチくらいと大きめなのですが、旦那さんが足を伸ばしてくつろいでいるのを見ると、このサイズにしてよかったなと思います。あとは肘掛けも幅があって、いろいろ置けるのもいいですね。私はスマホの定位置がここになっています。カバーは高重量素材を選んだのですが、経年変化でどんどん色が深くなっていく素材なので、一緒に長い時間を過ごしていくのがとても楽しみです。これは北欧ヴィンテージ風のデザインに一目惚れして購入したビューローです。中にはスチーマーが入っていて、スキンケアの時に使ったり、ここがこのようにデスクにもなるので、在宅の日に PC 作業をしたりしています。棚の上には一目惚れしたアイテムやよく使うアクセサリーを飾り、お気に入りのスペースにしています。例えば、これは新婚旅行で行ったフランスのメルシーというセレクトショップで購入したものです。日本に持って帰れるもので、インテリアの記念品が欲しいなということで、このフラワーベースを選びました。鮮やかな色よりくすんだ色が好きで、とにかくこういうグリーンが好きなんです。あとは会社の中で開催されていた飲みの市で購入したものがこちらになります。他のスタッフの方がお部屋に動物モチーフのヴィンテージを飾っているのを見ていいなと思って、こちらも真っ白というよりアイボリーにちょっとくすんだ色がいいなと思って選びました。ここはリビングの隣にあるダイニングスペースです。ダイニングの横に、こちらに小さなウッドデッキと、こちらの吹き抜けに大きな窓があるので、昼間は明るく開放的な空間がとても気に入っています。基本的には食事のすることの多いスペースなのですが、在宅の日はここで作業することもあります。あとは地元の友人やその家族で集まることが定期的にあるので、お家でピザパーティーやたこ焼きパーティーをしたりして楽しんでいます。こちらは最近買い替えたリセノンフォークダイニングテーブルです。引っ越し当初は今とは違うダイニングテーブルを使っていたのですが、先ほども話したように友人をたくさん呼んで集まることが多いので、
新調して大きさを変えられるフォークダイニングテーブルに買い替えました。ダイニングテーブルの形は円形が好みなのですが、四角形より少し面積が少なくなってしまうので、友人を呼ぶときに足りなくて困ってしまうこともあって、フォークは新調すると8人から9人ぐらい座れることと、普段は円形で楽しめるので気に入っています。あとは小さいお子さんのいる友人が多いのですが、角の丸いことで安全にもなっていて、すごく安心してくれていますね。ダイニングの上には、フレームという照明メーカーのマドレーヌというペンダントライトを合わせています。コットン生地のランプシェードで光が透けて、優しい明かりに照らしてくれるので、見ているだけでも楽しい気持ちになって気に入っています。ダイニングには、アーコール社のチェア三脚とヴィンテージのチェアを一脚置いています。アーコールはアマリアインテリアに詳しくなかった当時にインスタグラムで見て気に入ったのがきっかけで、セブンティービーというお店で購入しました。異なるチェアを合わせたら面白そうだなという気持ちで、種類の違うアーコール3種とヴィンテージチェアというそれぞれのデザインの違うものを置いています。意識しているポイントは、例えば2種類のものは丸みのあるものを、もう1種類は直線的なものを、というふうに共通点を持たせることでバラバラの種類の椅子でも統一感を出しているかなと思います。あとはアーコールという同じメーカーであることや、このヴィンテージチェアもアーコールに似たイギリス系なこともポイントかなと思います。最後は玄関です。空間を広く見せたかったので土間玄関にしたのですが、扉がないことでリビングの広さに奥行きが出たかなと思います。土間のモルタルの質感とリビングのウッドの異素材がミックスされている感じが気に入っています。木床も含めて木材が多い我が家ですが、スウェーデンドアやキャビネットなどの木材と土間で温かみと無機質な対比がアクセントになっているかなと思います。ここはまだ納得のいく仕上がりではないので、ヴィンテージのチェアやツール、ベンチといったものを置いたり、これから開拓していきたい場所です。こちらはセブンティービーで購入したウォールシェルフですが、イギリスの船で使われていたそうです。ガラス扉の真ん中の文字や主体の感じがすごく気に入っています。玄関ドアもすぐ横に設置しているので、ハンコや鍵を入れたり、出かける前の香水をつけたり、外国のビール瓶などを飾っています。玄関ドアは木製のスウェーデンドアなので、木の色味や質感とマッチしているのがお気に入りです。シューズラックは王のグラフィアというものを使っています。ありきたりなラックは嫌で、なかなかピンとくるものに出会えなかったのですが、ネットでたまたま見つけて一目惚れして購入しました。これはスタッキングして拡張していけるタイプのものなのですが、ブラックとナチュラルとブラックという風にあえて色をミックスしながら使っています。最近気づいたのですが、先ほどのラグやアーコールのように曲線の入ったものが好きだということに気がついて、感覚的な話なのですが、シンプルな中にも癖が加わるというか、そういうところが好きなんだと思います。このシューズラックも波紋をモチーフにしている側面のラインがとても気に入っています。インテリアで大切にしていることは、直感を信じてこだわったものを部屋に取り入れるということです。全体的にはシンプルめにスッキリとしている方が好きなので、たくさん飾って賑やかさがあるよりも、余白を残しつつ本当に自分が気に入ったものだけを飾りたいなと思っています。そのため、ピンときた時の気持ちやワクワク感を大切にして、その感覚を信じるようにしています。あとは家具のトーンを合わせたり、くすみのあるものを一箇所に集めたり、インテリアのテクニックを使って統一感を持たせることで、直感で選んだようなお気に入りのものたちも素敵にまとめられるかなと思います。